陸上交通理論では普通乗車券には複数の意味がある。なお、すべての鉄道会社、バス会社が普通乗車券という名称の乗車券を発行しているわけではない。また、普通乗車券という名称の乗車券を発行している場合でも普通乗車券の種類は異なる。JR では、 片道乗車券、往復乗車券、連続乗車券の3種類を指す。一般式片道乗車券総合式、片道乗車券地図式、片道乗車券金額式、片道乗車券連続した区間を片道1回だけ乗車する場合に発見される普通乗車券。発見可能な経路は以下の条件を満たすものであればどんなに長くても発見可能である。 環状線一周を超える経路の片道乗車券の発見を禁止している鉄道事業者においては、片道乗車券で同じ駅を二度通ったり、途中で交差したりしてはならない。この場合、いわゆる L の字、O の字、6の字は発見可能だが、9の字、8の字、α 字などは発見できない。なお、JR で東京や大阪など、 特定地区に発着する場合、その基準駅から100キロ、あるいは200キロを超える区間については、特別の計算の規則がある。特定特市内を参照。片道乗車券にはいくつかの種類がある。一般式片道乗車券総合式、片道乗車券地図式片道乗車券金額式、片道乗車券往復乗車券往路と袋の区間、及び経路が、 同じ区間を往復一回ずつ乗車する場合に発見される普通乗車券。往復乗車券の有効期間は同じ区間、経路の片道乗車券の2倍になるのが一般的だが、近鉄のように、往路は片道乗車券の有効期間と同じで、袋の未有効期間が2倍になる事業者もある。ただし、JR 線の新下関駅博多駅に関わる場合は、 行き帰りそれぞれの合計である。JR 線において、片道の営業キロ数が601キロ以上の場合は、往復割引乗車券として、行き帰りそれぞれの金額の1割引の金額で発売される。そのため、片道の営業キロ数によっては、目的の駅よりも遠い駅まで余分に買った方が割安となる場合もある。片道乗車券。 往復乗車券の発券条件を満たさない連続した2区間をそれぞれ1回乗車する場合に発見される普通乗車券。具体的には以下のような場合がある。運賃の計算は片道乗車券をそれぞれ発見した場合に等しく、計算上は片道2枚と同額である。しかし、切符の有効期限の日数や、 払い戻しの手数料が1枚分で済む。学割での乗車券を発券する際に証明書が1枚で済むといった利点がある。以前は連続乗車券を往復に変更しても連続乗車券のままだったが、改定で往復乗車券への変更も可能となった。片道乗車券の有効期間は JR 線の場合、営業キロが100キロまでの乗車券。 または大都市近郊区間内のみの乗車券は、発売当日のみ有効となる。101キロ以上の乗車券は2日間有効で201キロ以上400キロ以下の乗車券は3日間有効となり、以下200キロごとに1日を加える。往復乗車券の有効期間は、JR 線の場合、先術の通り片道乗車券の有効期間を2倍する。 連続乗車券の有効期間は、JR 線の場合、それぞれの有効期間を足し合わせて計算する。なお、乗車中に有効期間を経過した場合でも、途中下車をしない限りは懸命に表示された、最終駅まで使用が可能である。ありがとうございます。